ポン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 はい、どうもズボンです。よろしくお願いします。こんばんは。よし今日もやっていきましょう今日もね B1 の,、はい、あの,あの選手の契約とかねはいえっと重工賞とかやっていきますんでよろしくお願いします、まあ、なんやかんやねまあまあパンチの効いたねリリースが出てますんでねああ休めない休めない別に休みたいわけじゃないですけど休めない、はい、ということでよろしくお願いします 浜地さんこんばんは、ライルさんこんばんは、スタロさんこんばんは、よろしくお願いします。よし、乾杯だ。今日という日は、今日しかない。今という時は、今しかない。乾杯。乾杯。ルナさん、シュンさん、イカさん、モジャさん、ヤスさん。 ポイチーさん、チャマスさん、トロロさん、ジョスあさってのジョースさん、マクエンリーさん、エリコさん、アシャマさん、こんばんは、ありがとうございますね。ねはい、やっていきましょう。シーズンでバスケロスの方のために、えー、レバン北海道ブースターのズボンがビリグのズ情報を通じて交流するチャンネルです。まだオフシーズンになってね、まだ、えー、3日目 ?3 日目なんでね、ちょっとまだ言い慣れないね、はい。よし、やっていきましょうか。うん、そうなんだよ、ユイチさん。毎日何かあるんですよね、本当にね。うん、いや、別にいいんですよ。いいんですよ。あることはいいんです。 ね、あれなんでねうんありがたいんですけどもね情報があることはねはい皆さん人一人は見なくてごめんなさいこんばんはよろしくお願いしますえー、っとね あこれやってねはいえっ、ー、とねなんかダメなさっきちょっとなんかぼうっとしてるなはいえっ、ー、と僕はね、えー、振り交帶ですセンス投稿台せせ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 せして投稿台関係で下書きもマスクつけてね投稿していただけると喜びます、えー、グッドボタン押していただけると嬉しいです毎日朝の10時からこうやってビリビリと発信してますんでチャンネル登録もよろしくお願いしますはいえっ、ー、と皆さんからサポートお待ちしてますはいみなこさんまだ疲れが抜けませんファイナルの、えー、もう三日目なのにすごいねうんはい。 えー、であのあれなんですよね、まあ、一応番組の性質上ね、ねその日にあったニュースを拾っていくっていうね番組になってますんで、皆さんの妄想は大歓迎です、この選手はどっか行ったらねとかね、この選手どうなっちゃうんだろうねみたいな妄想は大歓迎ですけれども、えー、となんかね、リーク情報とかね、噂話とか、まあ、真偽問わずね、えー、となんかちょっと、えー、よくわからない、こうね、出どこのわからないことを断定的に言ってもね、まあ、どうせ違うこともありますし、会ってたとしてもね、あのね面白くないので、はいえー、それはね、あの書かないでいただけると嬉しいです。 お願いします、はい、よしやっていこうかまず今日は7チームかな。よし最初これです。はい ついに出ました、秋田のザンハピネッツー。来たねねこれねーいやね、秋田出ないねーってずっと思ってたんですけどね、まあ、ただ、昨シーズンの、ね、オフの段階で、複数年契約っていうふうに、ね、リリースしている選手もたくさんいましたんで、えー、まあそういう選手が先に出るのかなと思っていたんですけれども、なんと一番手は、古堀さんこと古川選手の契約継続ということで。継続おめでとう いやねなんかちょっと、ね、新しい S 入れたのでちょっと大きかったな。カナポリ昨日撮ってもらったんですけど、今日撮ってもらったんですけど、ちょっと大きかったね。はい、そううですねもうびっくりしましたね。まああのー、もともと、ね、3年契約で秋田に入ってきまして B リーグの、ね、契約の最,、ね、最,長最長ってさ3年だからさ、3年なんでけど最長の、ね、3年契約で入ってきて、でこの、ね、3年契約が終わる3年目だったんですよね。なんでまああのー、何の何そ えーとね、その延長、延長、延長っていうこと欲しいのか、継続するかどうかっていうところは、ね、結構注目だったと思うんですけれども、うん、はい、えー、と契約を継続というところですね。うん イカさん正直席の可能性もあったけど古川が秋田を選んでくれてよかった秋田ブースさんなんですねねえ古さんから来たよね本当にびっくりしたね小結子さんね僕もえ古さんから来てびっくりしましたうん大丸さんこんばんはクレイさんそうねようやく秋田来ましたよかったねなんか秋田のファンの方はね気が気じゃなかったとは思うんですけれどもねうんいやーそうなんですよピーナッツさんありがとうございますありがとうございます じ、うん、さん、そうね、あの一籍するかなと思ってました。あ、かなぽんです、かなぽん、かなぽんの、えー、新しい声がたくさん、ね、ありますんで、まあ、でも、今日使えるの、そんな多くないかもしれないけどね、はい、先を見越して色々と、はいろいろと作っておりますので、うん、また楽しみにしていただけると思いますね、あ楽しみにしていただければと思います。はい、えー えー、平瀬さん、古さん、秋田のファンからも接、えー、するのではなんて心配があったからよかったって思いました。若手の手本だとそうですね、ベテラン、ベテランって言っていいのかな、87年生まれ、僕の7個違い、7個違いってことは35歳、まあ、ベテランですね、ベテランだね、うん、まあ、そうですね、だいぶ、まあ、最初はね、栃木、あ、栃木、まあ、当時の栃木にいて、で、琉球に移って、で、ね、秋田に来ましたけども、だいぶもうね、秋田のイメージがね、B リーグ、まあ、ここまで6年のうち3年をね、えー、っと、 秋田で過ごしてるんで、えー、まあだいぶね、秋田のイメージ強くなってるとは思いますけれどもね。うーん 田口さんこんばんは、ハビさんよかった、クレイさん朝一新聞見て、あそうね新聞で出てましたね。うん、田口さんフルさんって言ってますけれどもね。はい。まあだから契約継続の選手から、まあもちろん、ね、古川選手契約継続の選手なんですけれども、えっ、ー、と例えば去年のリリースの段階で、ね、まあ去年のリリースの段階で複数年なんで、まあよくねまあ今シーズンカナマ選手しかり、えっ、ー、とまああの結局ね元選になりましたけれどもね。えー。 ああ、何、あ、名前で友達。<laughs> 森川選手、横浜の森川選手、あと、まあ、ね、ヘッドコーチで言ったら、こう、ね。大野さんだったりとか、ルカとか、昨日話、あ、一昨日か、話しましたけ、け、昨日か、昨日話しましたけれども、ね。うん。まあ、だいぶ、こう、ね、えっ、ー、と、けと、途中というか、その、複数年契約結んでいても、えー、解除するっていう可能性がね、全然ある。 っていう感じではね今ありますけれども、例えば中山拓也君は昨シーズンの段階で3年契約なんで、3年契約の2年目が、次のシーズンが2年目、川島選手も3年契約の2年目、アレックス・デイビスも2年契約の2年目、大浦君も多田君も2年契約の2年目、次がね、次が、伊藤選手も2年契約の2年目、ワンウェイジャーは3年契約の2年目、田口一さん もえ2年目ってことなんで、うん、まあこの今言った選手はね、一応来シーズンの契約は秋田とは残っていますんで、この辺どうなってくるかなっていうのは分かりませんけれどもね。うーん まあ、古川選手、今回のリリースには複数年契約って書いてなかったので、まあ、多分、単年契約なのかなという,ふうに思いますけれども複数年だったら複数年って書くと思うんでね秋田の場合、まあ、秋田だけだね、多分、秋田だけ、うん、選手に関してはヘッドコーチの、ね、複数年を言うところありますけれども、うんえー、吉井さん、えー、宇都宮や琉球のイメージからもピンクのね総ピンク定着してますよね。うん <laughs> さん古川は残ってくれて本人のコメントに泣いたベーブさん、こんばんはマキコさん、こんばんは皆さん、古川日本人最強の 3&D ですがメンターとしても最高そうですね。うん、やっぱりまあ長く、えー、まあベテランということもありますんでリーグのことリーグというかまあバスケのことよく知っている、うん、で、まあこうねどこ行っても求められる選手だと思うんでねディフェンスができてスリーポイントが打てて、うん、まあ,あの自分でメイクすることもできますけれども本当シューターシ,、ね、シュータータとしてすごくね輝ける選手なので今の秋田にとって はえー、すごく重要視される選手なんでね、うん、まあ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 この核になる選手まあ言うてもスタメンで出る機会がほとんどでしょ、うん、でまあね半分ぐらいの時間でオイスターが出るみたいな感じだったと思うんでねえー、っ,とちょっと今期のスタッツ見ておこうかうんえー、っとはい、えー、レギュラーシーズン51試合中50試合スタメン出場で平均プレータイム24 うん、37秒結構出てますね。平均得点11得点、スリーポイントの確率36.6%、すごいね。うん。はい。えー、で、えーでえー、と,と、リバウンドが、リバウンドが、えー、と2本、はい、足が1.9本。うん。そうだね、やっぱショットがうまい、えー。今シーズンのハイが30点。あ 北海道戦北北海道北海道道戦戦だったらね30点や取られてますね、北海道フルさんに。ゴリさんに30点取られてる。これが多分今シーズンのハイかな。あと群馬戦でも30点取ってるわ。すごいね、24点とか取ってる試合もあるし、本当入りだしたら止まらない選手だと思うんでね、30点の試合、スリーポイント14本打って6本、14本持ってるっていう方に驚くけどね、6本決めたことよりもさ、北海道戦は、北海道戦はスリー11分の9。 恐ろしいな、11分の9で決められる、うんまあ、これだけの、ね、能力を持っている選手ですんで、ス、え、リーポイントの確率がかなり確率でかなり、ねまあ、勝,勝,率に勝率がまあ勝ち負けに、ね、かなり影響することが多い、ね、秋田なんで、うん、やっぱり、ね、古川選手はすごく重要な選手だよね。うん えーっと NH さんこのチームでまだまだやりたいってコメントにこう吸しました小武さんこんばんは小武さん渋谷だなと思ったね武田さんハッピーネッツ応援バナナというのが秋田県内で売られてますが仕事終わりにスーパー行ったら売り切れてええー、それはもうあ今日のリリースにお祝いとしてみんな買ってるのかなええー、そういうのがあるんだうんすごいねやっぱその秋田まあその一つ B リーグにとってねかなり 嫌、まあな,えーまあ、な言い方だと思って捉えないでほしいんですけど、まあ、地方都市といいますかスモールマーケットみたいなところでは、ね、本当に、えー、大々、大成功例だと思いますんで、うんまあ、他のね、えー、と僕も CNA 行った時本当すげえなと思ったしさ、うん、他のチームも、ね、どんどんそういうふうに地域密着でうまくやってほしいなとうう思いますよね。うん ヘモグロビンさん、ゲームメイクも声いけするすし、えー、彼が似合う役割が多すぎるのでその負担を減らしてくれるような選手が出てきてほしいまあ、そうですね。まあ、若い選手が多いというわけではないですけれども、うんまあ、やっぱり、ねえー、秋田、えーまあ、CS 寸前のところで,でどうにか、ね、あの滑り込みましたけれども。うん まあちょっとこうね、まあ、より、えー、強いチームを作っていくためにね、まあ、このあとちょっとどうなってくるかまあえっ、ー、と前田健三さんもねこの3年契約の次が2年目なんでねまあ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 今シーズンの結果を考えれば、えー、外国籍がいなかったりとかねまあもともと考えていたカディーム・コールビーがいなかったりとか、えー、そういうことも考えたらねうん。 まあそれなりの、えー、結果は残したんじゃないのかなっていうか十分な結果は残したんじゃないのかなというふうに思いますんで、うんまあ、このあと、えー、このチームをベースにより、ね、強いチームを作ってくると思うんですごく楽しみだなというところではありますね。NHK、うんえー、さん、キャリア範囲なんだ30点ってありがとうございます教えてくれて n ネジさん、まだ進化し社すごいよね。ううん、ううんうん、うんん えー、はるみさん、こんばんは。峰さん、古川選手のフォアボールの動きはすごい参考になるね。そうだよね、うまいよね、本当にね。うんまあ、じゃあ、数字的にはまだまだが代表、全然いけるでしょう。うん。わさん、こんばんは。峰、うん、さん、ディフェンス、ね、まあ、秋田はまずディフェンスできないと、ね、出れないチームだと思うんでね。うん さんハピネッツの練習毎日見学できんのすごいね外からゆっくり見れますへーそうなんだ一般開放してんのそれは知らなかったな野代工業がねなんかねあの僕野代工業あ,のあれですよ普通にあの観光がてら行ったんですけどあのその時はなんかね普通に練習見学できますとかって書いてあったよねうんそんな感じなんだねあー宮崎さんお疲れ様です宮崎さんもオフな,オフなの今 <laughs> 日本には帰ってこないのしばらくうん あそっか子供生まれるからあれか日本には帰ってこれないかうんえー、っとトマトンさんえー、こ今年の CS は来季の東4チームが出てくあそうね来季の東4から、ね、4チーム出てねそうですよねうんはいはいはい n h さん練習会場ガラス張りで歩道から見えるんだすごいな、ね。まだプレーオフ中かごめんなさい皆さん失礼しましたうん へんそうなんだガラス張りの練習場どんなところだかちょっと想像できないけどね、はい、まあ秋田もこれを皮切りに、えーまあ、複数年のね選手もたくさんいますんで、えー、まあそうだねんか複数年じゃない選手が逆に、えー、長谷信、えー、安岡 この2人日本人が、でえっと、外国籍が、えー、ジョーダン・グリーンとコルトン・アイバーソンとコールビー、この3人は、えっと、単年契約ってことになってるんで、うんまあ、他がだから仮に、えー、全員ね、えー、複数年契約の選手がそのまま残って、えー、契約が、ね、履行するのであれば、うんえーと何えー、最大で入れ替わるのは5人ぐらいかなっていううに思いますんで、まあ、でも入れ替わらないかなって気もするけどね。うん えー、パン屋が併設なんだ。へえ、面白い。それでもシーズン終わったら里帰りしている奥さんのところに行きます。あ、そうなの日,日本なのかな奥さんは。ね。うん。はい、寂しいって。まあ、かわいいね、宮崎さんね。はい、<laughs> ウルさん、こんばんは。ブーカンって何ブースター感謝祭。ブースター感謝祭、どこやってたの千葉、千葉。 えー、平さんや颯鶴君さん人ああそうですね契約しましたねアルファーズのねえっとね 3x3 のチームねうんはいえー、ということですけれどもね、まあ、結構意外と話しちゃいましたねはい、えー、次に行きたいと思います。来たねこれね はいえー、と昨日ね平尾選手の契約継続が発表になりましたけれども、今日はまあは、ね、ちょっと、なんだろう、規定路線っ言っちゃったら失礼かもしれないけどね、予定調は失礼かもしれないですけれども、まあまあまあ、多くの人が次出るならば、えーね、福沢選手でしょうって思ってた通りはり、い、福沢選手の契約継続が出ました継続おめでとういやね、ちょっとさ、ね、嬉しいっすね。 嬉しいっすねやっぱり、えーね、福澤選手、僕も、ね、今季見てて本当にね、な、ま、ん、あ、て言ったってかっこいい、うん、イケメンだなという,ふうに思って見てましたんで、はいまあ、この茨城で、ね、また福澤、平尾コンビが見れるのは嬉しいなとうう思ってますんで、まあ、本当、ね、怪我とかなければ不動の、ね、スタメンでしたんでね、うん、今季は53試合中に42試合スタメン出場を24.2%。 24分29秒の出場で平均12.2得点だからさあの平尾選手と合わせて2人で25点ぐらい取ってるわけですよ毎試合ねうんこれがいいよねやっぱりね日本のリーグなんで日本人選手が活躍してね、えー、っていうのがやっぱりあると思うんでこうしっかりねコンスタントに10点ぐらい取れる日本人選手が2人もいるっていうのはね本当に、えー、いいとこだなっていうところではありますけどもなかなか正直ね、えー、B2 から B1 に上がってきて後半すごくね良、えー、くなってきたのかなっていうところで結構ね 怪我人だったりとかがちょっと立て続けに出てしまってなかなか、ね、人数揃わなかった時期もありましたけれどもまあでも検討したんではないのかなというふうに僕は思っています。うんえー、平さん復帰継続嬉しいね。うん せいやさん、外国籍、まあ、ねちょっとどうなるか、ね、この後わ分かりませんけれどもね、ウールさん、やっぱり仲良しね、やっぱコンビでね、やっぱりね、うん、NHK さん、素晴らしい、せ、はいや、はい、さん、そうですね、福田選手、スリーポイント乗ったら止められないですからね、NH、さんそうストロングポイントですよね。うん えー、このそう鶴巻君もねだからちょっと怪我最後しちゃいましたけれどもね、うん、やっぱり本当に、えー、こうアグレッシブに、えーね、こうショットを狙っていく選手がいるっていうのは本当に相手から、ね、すると、ね、ディフェンスもしづらいと思いますんで。 うん、スリーポイント、まあ、ちょっとなんか若干ね、ごめんね、こんなんかあの悪口を言うつもりは全然ないですけど、若干波があるかなっていう感じが、ね、ありましたけれども、でも、ね、シーズントータルで35.7%、えー、決して悪い数字ではないと思いますんで、うんでね、彼の場合、本当、スが入らないなと思ったら、ツーの方に切り替えてねとかね、またアシストの方に切り替えてとか、まあそのね、自分の,その調子を見てね、すごくこうあのあ、その試合の中でアジャストできる選手なんで、うんまあ、本当にね、まあ、なんつうの、一辺倒ならない選手。 というところでは本当頭もいいと思いますし、その辺こう自分が一番分かってるっていうね、ゲームのこと分かってる選手なんで、やっぱこうね、茨城、えー、2年目戦って、まあ、来シーズンは今シーズンの成績だとなかなかね、降格ということも見えてきちゃう可能性もあるんで、うん。 まあまあよりね。強いチームを作ってくるとは思いますんでね。うん、そういった意味でやっぱりここの中核を担う。2人が残ったまあ、長くね。えっ、ー、とこう、えー、茨城でやっている。2人が残ったっていうことは本当にでかいなというところではありますね。うん。 田山さん今日も一安心です、このまま良い発表続いてほしいです。まあ、まあ,あれだね、多きのあ昨日から発表していきますよつて言った日1人ずつ、ね、発表していくんだと思いますけれどもね、ね、まあ、土日とかないかもしれないけれども、ひとまず、えー、と明日木曜日と金曜日ぐ曜日あるんじゃないのかなと思いますよね。うん えーっとおお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 おくさん,さんこでんごんおお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 おの契約情報が一切出なくおお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 おれおお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 おでおおおおおおね。おお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 おん。おお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 おておおおおおお B2 から昇格してきたチームっていうわけではない感じだからねもう特に2年目になりますんで、えー、よりこう怖い存在になってくるだろうなっていうふうには思うよねうんン来シーズンのジェイコーブス戦タップスコット継続して外国籍あと一人の取ってほしいキカ選手ねそうね、まあ、今シーズンはアジア枠でね、はい、ハビエル・ゴメスデリアーニョ君をね取ってましたけれども、まあ、彼は PBA の方でねドラフトされてますんでフィリピンの方に戻るっていうことなんでねうん ジャスさん B1 を1年経験したメインの日本人契約した茨オッキーかなと、えー、外国籍次第でもっと上全然いけるでしょう全然いけますよねうんはいまあちょっとこの後どうなっていくか全然読めない部分がありますけれどもまあねマークさんが GM に入ったりとかまあもともとまあお金はある程度使えるチームではあると思いますんでよりね、まあ、強固な、えー、ね補強してくるんじゃないのかなというふうに予想してますのでかなり注目チームだなっていうふうには思っていますはい よし、えー、でも今日まあ7月だからもっとゆっくり話してもいいんだけどね、うん、ちょっと待ってちょっと待ってねあ,あそっか去年は福澤君遅かったんだね去年のリリース見るとチームの中でも最後ハビエル・ゴメセ・リアーノが一番最後だったんだけどその前に出たからその日本人選手の中で一番遅かったんだ福沢選手、うん、今シーズン早かったんだね、うん なるほどなるほど移籍してねだからあまあ1ヶ月でね退難しましたけど西西川ね西川貴信だったりとか、えー、谷前目谷口第えー、ね移籍組よりも発表が遅かったんだうんね去年は何かあったのかねちょっとねえっといろいろ話し合いが長引いたのかもしれないですけど今シーズンはも,うた、まあ、もしかしたらねこの2人は複数年だったのかもしれないかなっていうふうにも思いますけれどもねうんまあきっと複数年かなこのタイミングで出てっていうことも考えたらさうん。 えーっと、翔さん、今季、えー、琉球は対戦なかったので来季の対戦が楽しみそ。そうね、小寺さんがね、フルス対決できなかったからね、残念だったよね、本当にね、うん。よし、はい、ありがとうございます。600人以上の方見ていただいてます。もしよかったらグッドボタンを押していただけると嬉しいです。毎、ま、日、あの10時からこうやってビリゴンね、話してますんで、えー、ニュースがね、出る限りは毎日やってますし、えー、っと、ごめん、俺、アワード賞がさ、土曜日だとか言っちゃったけどさ、金曜日だったね。 アワードショ金曜日だから、えっと明日の夜ちょっと予想やろうかなと思ってます。明日ニュースが出たなんかなんかニュース出たらなんかそのね扱いたいニュースだけピックアップしてアワード賞の予想しようかなと思ってますのでよろしくお願いしますね。こんな感じで毎日やってます。よろしくお願いします。よし次こうグンマクレインサンダーズです。したねこれね。はいえー、っとねまあ昨日っていうか一昨日か昨日か昨日のね、えー、の段階でまたね朝5時53分にえーリリースしますよというねあのリリースがあり いましてね朝の5時53分に出ました。八村アレン継続おめでとう。はいあアレン君は新卒か新卒か新卒か。新卒か うん、うん、うん。はい、えー、キムさんこんばんは。これから早起きが始まりますね。そうね、毎日毎日毎日ね。あの出てくると思いますんで、うん。マ、ま、ー、あ、レン君ね。だからちょっとプレイタイム。今シーズン。そんなになかったんで、えー、ね。まあちょっとこうね。育てるって意味も込めて。まあ特に若い選手ですんで。 まああのこの後まあとねまあ4番でガリゴリってわけにもね多分ずっとはいけないと思うんでね3番みたいな感じになってくるとは思うんですけれどもうーんまあちょっとこのあとどうなってくるどう成長していくかな彼がってのはすごく楽しみではあるんですけれどもねうーんえなんか今日またなんか去年みたいにさあのあれサンダ君が匂わせしてたにしてなかったうううん、うんん 永戸さんそうなんですよねアレン君どの方向に向かって成長するかちょっと楽しみなんですよね、うん。はい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 。えっ、ー、と今回はサンダ君のコメントで進める方法ではなかったなんかあれなのかなあの そう匂わせね去年はなんかさなんかこうちょっとヒントみたいな感じで出してたじゃないですかなんかねあの,このその時間あとなんか時間あのそのその,その予告の時間でなんかねそれが背番号になってるとかさあったじゃないですかうん。はい <laughs> 今年こそカルファニーの匂わせ <laughs> 去年まんまと騙されたからね1 9 8セまあ日本人ビッグマンといえるサイズではありますけれどもやっぱ1 0 0キロないくてねうんえやっぱり外国籍相手にはちょっとかねずっとっていうのはなかなか厳しいかなっていうのは思いますんでね3番の動きまスリーポイントとかも打つけれどもねうん3番の動き的なことをハンドリングだったりとかプレイメイクだったりとかもっともっと要領をろ起用できるね素質ある とは思うんで、うんまあ、その辺伸ばしていければもっともっとプレータイム伸びるかな今シーズンは5分51秒の出場、えー、と平均1.8得点、うん、リバウンドが、えー、0.7リバウンド0.1アシストってことなんでね、うんまあ、彼のポテンシャル考えたらもっともっと活躍してもいいと思いますんでちょっと群馬でどうなっていくかなっていうのはすごく楽しみではありますね。うん ラ、えーさん、三択の匂わせね、よかったよね。<laughs> ゆずさん、3番で行くならば、ショット制度、まあそうですね、それはまあ、どのポジションでもそうだけれどもね、うん、まさに偉大なお兄ちゃんに追いつくために、もう少しプレイタイム、そうですね、やっぱ試合を通じてね、成長するっていうのが一番あると思うんでね。うん えー、キムさん三択のニュースないんだあそっかそっかもう今シーズンはじゃあやめたのかもしんないねうんじゃあ気まさんインタビューでプロで3番ポジションとしてやっていきたいみたいなことまあそうだね、あのー、入団会見の段階でそんなことも言っていたんでねうんまあただ登録が一応4番になってるんで で、まあ、チームとしても3番として育てる意向があるのかないのかちょっと分かりませんけれどもね、うん、まあいずれにしろこう新卒で若い選手を入れて、まあ、群馬ねまあでもまだ重厚賞が3人しか出ていないのでこのあと継続路線で来るのか、えー、それともねガラッと入れ替えてくるのか全く読めない分あるけどまあ、でもこの段階で重厚賞が3人ってことはこの3人以外はだいたい まああの重厚処理層を乗らずに移籍という可能性もありますけれどもえまあ残る可能性方向性でいくんじゃないのかなというふうには見えるよね。うん <laughs> えー、ゆずさん、大学時代はリバウンドねうん小城さん、ディフェンスでは思ったよりも早くペリメーターディフェンスができるようになりそうだなと思いましたそうですねあのやっぱり、まあ、あのアスレチックというか,なんかそのフィジカル面であって。 なんのかなインサイド、本当、ペイントの中とかだとちょっとやられちゃう部分あるかもしれないですけれども、それ以外、クローズアウトが早かったりとか、うんまあ、スティールができたりとか、その辺の能力ありそうな感じするよね。吉、う、田、ん、さん、ヘッドコーチ変わるから、またチャンスは必ず、チャンスは来るはずと信じて、まあ、そうですね、だから、ビスマンいなくなるっていうことって、ヘッドコーチにもよるかなっていうふうに思うんでね、その辺学がチームの編成にどの程度影響を与えるかというのは、ちょっと今の段階でまだまだちょっと読めないかなっていうところではありますね。うん はい、ええー、中間時ですけれども、ありがとうございます。七百人以上の方、来ていただいてますグッドボタン押してください。うん。 えとまあ、そうですね、まあ、オンザコートの関係でどうしても、えー、と外国籍の,、ねまああの代わりというか,、えー、なんいうかリザーブみたいな感じで、えー、ベンチから出てくるとどうしても外国籍とマッチアップすることになるんでねただ1 9 8ンチあって、まあ、ウィングの動きができるのであればかなり、ね、それは本当重宝される選手になると思いますんで、うんまあ、ちょっっっと頑張ててほしいなっていなううふうには思ってますね、OK、ちょっと次長くなるかもしれません。 千葉ジェッツ来たねねこれね、はいえー、とね昨日までで,、えー、でムーニー、スミス、えー、ギャビン・エドワーズ、えー、プラス二神君、大倉君という若い二人の選手の契約継続を発表しましたけれども、昨日ね、ね大野淳ヘッドコーチの退団というねショッキングな、だいぶショッキングな、はい、ニュースが、えー、飛び交いましたが、えー、今日は一般 ラシード・ファラーズくんと佐藤拓磨そして原修太3人の契約継続を発表しました。継続おめでとういやーねーちょっとねまああの昨日のね大野さんのそのがいなくなることがどの程度影響するのかちょっとねあれだったっていう話もありしましたけれども、えー、ひとまずここまでねまあ 何継続選手がこれだけいるっていうことで今これで何人4 8人かうんそうするとあと5人はね取りますねまあ外国籍が1人であと4人日本人取るかなっていう風に思うんでねさんありがとうございますいつものやつスーパーチャットいただきましたズボンののバススケにーーパーチャットしてるのってるっ話いいありがとうございますうさん。 はいえー、かつね原くんの,、ね、あのコメントの中でこの後もまだまだびっくりするようなリリースがあるかもしれお知らせがあるかもしれませんがみたいなこと言っていたんでどっちなんだろうなっとうう思ったけどね出てくる選手のことなのか入ってくる選手のことなのか分かりませんけれども。うん まあちょっとなんていうのかな、<laughs> この後もまだ波乱がありそうな感じはしますよね。ジェッツディフェンスの核となる2人が残ってくれたことに安心と感謝、そしてディフェンス面でディフェンスの核となれるポテンシャルを持ったラシード君はまあここまでのシーズンまででは、ね、そこまでこうなんかプレータイムが勝ち取れているというわけではないので、うんまあ、この後、ねえー、まあサイズ感で言ったら2メーター、2センチで3番、4番という感じでねやってるし、まあ、なんせまだ若いんで、うん 25歳になる年かな、はいえーまあこうね、成長していったら本当に怖い選手になってくるだろうなという,ふうに思いますんでね、まあ、この辺の成長にも期待ですし、まあ、小城さんが言っている通りね、お、ま、り、あ、スターメンですよ、不動のスターメンで、えーっとね、佐藤拓磨選手、原修太選手、やっぱりこの2人はディフェンスがいいからそこから、ね、流れを作ってっていうところがあると思うんでね。うーん はいえー、っとおー伊さんこの三人が年齢的にこれから全盛期なのでもう一度優勝、まあ、全然ありますよね、うん、えー、<laughs> まずはそうか、ね、原君のコメントねうん皆さん継続応援ねまあまあまああとこれで誰が出てないんだうんーとおーおーフーミンとトガピだけフーミンとトガピとキャビンかあキャビンじゃないキャビンじゃないギャビンじゃないかダンカンか。はいフーミンと ギャ,ギャビン、またギャビンつった、なんか何度間違えんだ、何度間違えんだ、はいはいはい。まあ、だからちょっとね、その3人は今のところまだ何とも言えないですけれども、うん、はい、まあね、富樫君はまあこの間の話で最後に、ね、出てくるっていう、いつも最後に出てくるっていう可能性ですんでね、うん、えー、っとおお、ショックなことって書いてたな、なんて書いてた、ショックなこととは書いてなかったでしょう。うん えー、驚くような発表があるかもしれませんってね、はいはいはい、うん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 お、でも寂しい気持ちになっていると思いますが、これは大野さんのことを言っているのかね、わからないけれども、驚くような発表、うん、小笠さん、大野さん以上の衝撃だったと、エースでも驚かないので大丈夫です。ね、うん、えー、ね、コーローンさん、どうですかね、西村選手、富樫選手ね、まあ残るんじゃないのかなと思うけどね、うん。 まあでも、フーミンは昨シーズンのね、あれで、まあちょっと移籍とかね、そういうのを考えるんだったら、昨シーズン、今シーズン、は昨シーズンね、昨シーズン、すごい考えたみたいなこと言っていたんでね、ファイナルの後ね、うーん、小池さん、フーミンがヘッドコーチとかなら驚きますけどね、ライセンス持ってんのっていうか、フーミンとかヘッドコーチやるタイプなのかな、なんかそういうタイプじゃないような気がするけどね。うーん 豊さん富樫スペイン移籍とかだったら面白いまあそうだねあのー、ね、えー、っとスペインのチームとね提携してますからねその辺のまあどうなんだね提携っていうのはどこまでの提携なのか選手のねそういう移籍の提携をするのか、まあ、コーチのそのね勉強なのかただ情報交換で終わるのか分かりませんけれどもねうんいやでもいかないでしょうねって思うけどねうーん。 えーっとおおおお,おそうですねうんまあまあそうだねまあ本当にだから大野さんがいなくなあの退団することによってこのね、えっと、原くん佐藤くんどうなるかなってちょっと思ってた部分があったけれども、えー、すぐさまねこう継続になったっていうことはあ本当に良かったなっていうところではありますよねうんだここまでだから継続になってくるとある程度ジェッツのバスケっていうのがさしっかり出来上がってるわけじゃないですかね大野さんのもとで長くやっていたまあ こっか,らだからヘッドコーチになる人はすごい大変だろうなっていうふうに思っちゃうけどね、うん、だ内部からもっとアシスタントアシスタントコーチがヘッドコーチに昇格とかの方がまあ変にねなんかこう有名な、えー、と名前のある、えー、世界をねあの先世,界世界を股にかけた名称とかがね来るよりかは、うん、内部の人が昇格した方がまあここまで残るんだったらうまくいくんじゃないのかなっていうふうに思っちゃうけどねうん。 ささん尾野さん引きるジェッツが大好きでしたまあそういう人いっぱいいるだろうねもうなんかねジェッツイコール大野さんみたいなねもうイメージって相当みんなついてるからさ、うん、まあこの話は昨日、ね、いっぱいしましたけれども <laughs> はいまあ大倉んはまあまあもうほんとねバリバリ出てるけれどもさ二く君もラシードんもこれからどんどんプレータイムを勝ち取って、えー、ね 中心選手に育っていく世代ですので、まあ、ちょっとねこれから期待したいですし、まあ、ある程度の若返りは必要なというところでね、はいえー、ベテラン選手も出たりとかすることもあるかなという,うに思いますけれどもうん、まあ、ちょっとねもうちょっと予想みたいなというふうには思ってますね。う えー、平さん、地元の方が良いなのか、うん、まあそうだよね、これだけ残るとね、まあ本当、解体でさ、なんかもう、チーム新しく作り直しましょう、作りた、た立、うん、て,て替えましょう、作り直しましょう、みたいな、立て替えましょうかしな、えー、作り直しましょうっていう感じであれば、はい、えー、新しいヘッドコーチでもいいと思うんですけれども、うん、うん、ここまで継続、特にまあ主力を張れるね、まあ張,れて張っていた、富樫君以外のスタメンはみんな残ってるわけでしょ、ああ、まあ、段下はあれか、うんうんうん、そうだね、はい、だから、そうなってくると、 えまあ内部から昇格させた方がまあ時間はかからないかなっていう感じはするよね初速は早められるしえ成熟度も上げられるだろうななんせここまで積み重ねてきたえねえバスケがあるんでねそれを一回全部ぶっ壊してってなると結構大変だと思うんでねうんはい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 多分海外から取ってきたかプレッシャーまあそうだよねこのジェッツのことを知ってるね国内の人はね一人よりかはいいよねうん はい、えーんまだ33分かはいえーとーまあいいや今日はね45分ぐらいで終わりにしようはいえーサンロッカーズ渋谷ですきたねこれねはいあ,ありがとうございます8百0以上の方見ていただいてグッドボタンああ押していただけると助かる次郎さん今今千葉の話が終わったとこだわ次郎さんごめん <laughs> 今ちょうど終わった瞬間に来たわどんなタイミングで来たのっていう <laughs> あのね千葉のファンの友達です次郎さんねうん はい、えー、そうですねえー、とまずうう,う石井康介契約継続そしてベンドラメレオ契約継続ということで出ました継続おめでとういやあねうんまあ誰ですか <laughs> ねあこげ月こさんありがとうございますコーヒーいただきました490円ズボンのバスケにスーパーチャットしてるのって話 ベンドラメレオが遺跡だ遺跡だってなんか騒いでましたけれどもねまあそんなんで踊らされてもねあのつまんないんでねはい柚子さんありがとうございますスーパーチャットいただきましたゆず、うん、さんベンドラメ遺跡とか言ってたやつどないやねんだよね本当にね <coughs> 別にね、あのはね全然当該ファンとかじゃなくてあのが騒ぎ立てるのはいくらでも僕はあのその楽しみ方としていいと思うんですけどもねほんとガチのファンの子とかがねほんとなんか悲しいだろうなって思うんでねそういうの聞いちゃったらねうんえー、長谷さんそうですね渋谷変わらないですねうんねえ そ,うあそ,うそ,うそれと一緒にごめんケビン・ジョーンズはね今日ね、えー、と重厚勝利が出ましただからまあケビン・ジョーンズはまあもともと構想内にいたというよりもねあのー、スクランブルで取った感じ、えー、だとは思うんでねうんマカドゥがマカドゥが出れないっていうところでねうん。 まあそういうところで言うと、まあ、まあ一応交渉は続けていきますとなってますけれども、えー、渋谷にとって一番いい選択であるかどうかというのはちょっとまだわからないかなというところではあるよね、うんはいえー、だからまあ本当にここまで、えー、2、4 2、4、6、やと10人かもう10人契約してるのか10人契約していてだからと3人だけ早っ渋谷。 渋谷ね。早いね, <laughs> 早いね、うん。あと3人で、まあ、うち1人は外国籍でしょうしうち1人は、えーまあ、キカアジアを取るのであればキカアジアでしょうし、うんまあ、ただ本当にどんどん選手入れ替えてねっていう感じのスタイルイサヘッドコーチがまだ未定になってるんで何とも言えないですけれども。うん

えー、小さんこれでムーさん出たら驚きそうだねこれだけ継続しておいて他のヘッドコーチになったらねっていう話だよねうんどうなんだろうなと思うけどさまあでもそれも往々にしてな、まあ、ありえなくはないからねうーん。 どううなんでしょうかね何とも言えないけれどもでもあのスタイルの、ね、バスケをするための選手を集めてるなっていう感じはするんじゃ明らかにウィングの選手とかガードの選手、うん、で、まあ、純粋なポイントガードがこれでドラメ君しかいないっていうのがねりゅうちゃんはできるけれどもりゅうちゃんはウィングの選手みたいな感じもあるんでね、うんまあ、たまに森ネ、ね、セクシーがやってたりとかもしましたけど。 まあ個人的なウィングの選手、うん、1番2番併用できるような選手がいたらいいのかなとも思うよね。うん、えーと。おおおおお ウルさんそれ話さないようですねっていう話ブレックスで言えばイカルンジェッツで言えば富樫君みの破壊そうねまあ本当になんだろうまあ B リーグ初年度の時ルーキーで入ってきてねまあいい選手であることは間違いなかったんですけれども本当そこからねエースえーまあ代表クラスの選手っていう風格がね身についてきて本当に勝負強いクラッチタイも強いですしえね本当に一人で中を割って入っていってねショットを決められるえスリーも決められるっていうね うんまあ、素晴らしい能力持ってるんでやっぱドラメさんの残留はかなりでかいなというところではあるよね間違いないよねこれはねえ熊、ー、さんケリーがねどうなんですかねケリーまあ1試合だけ出たけどね今シーズンね結局ダメだったからねうんえー、吉田さんここに藤永藤永ね藤永だったら面白いけどねうん。 ええとピジ欲しいっすよねトマトンさんねうん小池さんリュウちゃんと広平のディフェンスライキモ未来のが楽しみねだからまあディフェンスがいい っていうか、まあ、走れてえ、しっかり守れて、うん、速い展開を作れてっていうのがね、まあ、あのやりたいことだと思うんで、ここからなんかね、普通にあルカみたいなね、こうセットオフェンスでしっかりね、ピックアンドロールを組んでみたいな選手、<laughs> バ,イ選手バスケをやるってさ結構な難しさがあると思うんで、うんまあ、ここまでてたら、まあ、いささん、残念ね、継続だろうなっていうふうには思いますよね。うん えーっとおお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  ね、っていう時もありましたよね石井ちゃんの今シーズンのスタートってこれもしかして見ない方がいいのかな僕うん。えーちゃんちゃんちゃん。 ちゃんは今シーズン54試合中36試合スタメン出場19分51秒7.4得点スリーポイント32%、うん、めちゃくちゃ悪いってわけじゃないですけど石井ちゃんっていうことを考えたら32%はもうちょっと欲しいかなっていうところではあるよねフリースローも76%うんなるほどドラメさんどのくらい今年で取ってたのう ドラメさんが、えー、59試合中56試合スタメンで24分12.6得点スリ、う、ー、ん、33.2%リバウンド2.27をのアシストがすごいね3.8、まあ、これだけ絡んでるからねやっぱりゲーム、まあ、プレイメイク日本人の中心選手であるところでは間違いないかなっていうところではありますよね、うん、えー、っとおおおお うん、ケントさん、えー、ケリー戻ってきたね、まあ、まあまあ、まあ、だから多分、見込みがあるから契約してるんだと思うけどね、うんえー、小池さん、えー、石井ちゃん、後半開けてきた感じがしました、涼、はい、さん、えー、渋谷はお金はありますね、平、うんえー、さん、この表を見てふと思ったんですが、ハレルソンとケイビン2人とも交渉できないですよね、もしかして4人が在籍しておきたいパターン、うんと、なんだろう。 うんケリーを最初の段階でインジャイリスト入れ,てる入れるっていう可能性もあるかもしれないね。うん なんだろうねこう、まあ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 、まあ、そうそう言えることというか何もこの段階では伊佐、まあ、さん次第な伊佐さんがどうなるかなというのが結構であの、ね、話がいろいろか出てくるかなと思うし、ねまあ、外国籍また一1枚どんな選手になるのか交渉中といえ,え,えども普通にねかから連れてくる可能性もあるかなという気もするし、ねうん、ここさん誰がキカするの誰 ケリーなんてだってほとんど日本にいなかったでしょ、うん、マカドゥーマーだってまだ何年目だもんねうん 旗舎選手を連れてくる、んそういうことくし、連れてきても4人入れられないもんね、うん、そう、だからまあ、まあ、最初に考えられるのは、ケリーを IL に入れといて、えー、とハレルソン、ジョーンズ、もしかし分かんない、全然同じラインナップでいくっていうのはあんま考えられないなっていう,ふうに気もするけどね、まあ、CS 出てればまだし、も CS 出てないんで、うん、まあ、同じのを積み重ねていく、どっかしらやっぱり、てこ入れしがなきゃいけないからさっていうのあると思うんでね、うん。 はいえーまあ、ちょっとだから渋谷もだいぶ固まってきましたけれども、うんまあ、あのこの後はどうなるかなっていう。あ小池さん、ハレルソンはまあ帰化できるか、ね、ずっといるからね。う はいえー、あと2つ話していきます。川崎ブブレイブサンダースですえー、まあここから出たかというのがかなり意外ではあったんですけれどもパブロ・アギラールの、えー、契約満了、はい、重交賞リストに入りました、えー。チームの方からのリリースでね対談っていう言葉は出てないんですけれどもアギラールのコメントで1、えー、行目ですね「さよなら」を言わなければなりませんというふうになってますんで、まあ、これは間違いなく対談だろう ということんまあ北さんのねえっ、ー、とコメントもまああのねもうこれでえっ、ー、と対談だなっていう感じのね、えー、リリーあのコメントだったんでね、まあ、対談で間違いないかなというふうに思いますけれどもいやーアギラールかーと思ったけれどもねうん皆さんどういう印象があるアギラールアギラールかなり大事だよなと思ってねうん。 はいはいはい、大事というかな、なんていうのかな、あのー、何、こう、めちゃくちゃね、あのー、めちゃくちゃなんかこう、1試合30点、40点とか取る選手っていうわけではないけども、やっぱ講師にわたって、えー、かなり中継役だったりとか、スクリーナーだったりとか、えー、そういった部分で、かなりこうね、重宝される選手だろうなっていうふうに思って見ていたんで、まあ、本人の希望とかももしかしたらあったのかもしれないけどね。うーん マクは他のチームから引き合いがあったのか日本の。うーん まあそもそもだったよねさあのねあの時、えー、とシーズンが途中で終わっちゃったシーズン、えー、1試合だけ出たんですよ皆さん記憶にあるかどうか分かんないけど1920シーズンの一番最後の試合レバンガ北海道と川崎ホームだったねレバンガ北海道の試合で1試合だけ出てあの1試合だけのためにあのシーズンね途中から来て、えー、1試合だけ出てまああの1試合だけだったらなんか日本に何の思い入れもないじゃないですか言うてもさ言うてもさ、まあ、何の思い入れもないわけじゃないよ何の思い入ないわけじゃないけどでも翌シーズンちゃんと してきたっていうことがねまあ日本のことは結構好きなんだろうなっていうのを持思ってるからなうん家族かあもちろん衝撃だったよねうんミネさん欲しい地もあると思いますえー、アジカシさんスペイン地域帰国した時にこうなるではああなるほどなるほどそういうことかうんこっちらさど,どこかは変えないといけないので仕方ないと思いますがファンシーリンでは抜け入れがたいのも、えー、理解できますその通りですね <laughs> まあ家族のこととかがあってあれなのかな、うん、戻っ国に戻りたいっていうのもあったのかな、うん、平さん、あの試合だけでインパクトあったような印象です、まあ、かなりインパクトあってね3決めててさまずファジーカス見分けつかねえやんと思って見てたけどね。うん ウールさん川崎ブースターさんのコメントを見ていたら今シーズンスペインリーグに行くのを断って川崎に残ってくれた延長してくれてありがとうって書いてありましたそうね、うんまあ、気に入ってたし、まあ、間違いなく自分の、ね、体感としてもこの,チームでこのチームは優勝できるチームだこのチームで優勝したいっていう気持ちがあったからこそ、ね、あの残ったんだと思うんで、まあ、そう上を目指せるチームだったっていうところはかなりでかいなと思うんですよね。うん ジョ、えー、さん海外のような気がします。そうね。うん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 。<laughs> 大木さん回答アギラール。は最後にサンダースファミリーの心を盗んでいきました。ゼニガタ。はい。いいねいいねいいですね。はい。うん。ドコンジョさんやっぱ外国籍一人帰るとしたらパブロになっちゃうのかな。まあそうね。うん。コシーズンは二十四分十秒の出場で十一点二得点。うーん。 リバウンドが7.9リバウンドすごい粉取ってんだね CS10.5 リバウンド落ちてんのすげえな、うん、2.4アシスト、まあ、オールラウンドに活躍できる選手ですからね、まあ、さっきも言ったけど20点取ってる試合が1試合もないじゃんすごいねこの安定感逆にすごいね逆にすごいね20点取ってるしあ20点取ってしたら1試合だけあるわ20あ22点もあ何個買ったごめん33 3回ぐらいあったごめん言い過ぎたうん3回ぐらいあったけどでも3回ぐらいだようん逆にだからこれで10点を,き 10. を、ね、10だっけ11.2をキープできるって逆にすごいよねうん。 あだからさ、ちょっとね、僕もまあスペイン人ね、ああドグラスしかりえサイズしかりね、結構スペイン人が入ってきていい感じだなというふうに思っていたんでえきっかけでね、やっぱりこうスペインのいい選手が入ってくるといいなというふうに思ってるんでね、常々。ちょっといなくなっちゃうのは寂しいなって気はありますけれども、でもなんか、うん、高所にわたってやっぱりね。 すごく重要な役割になってただろうなとうう思っていたので特に3ビッグができるというところで、ね、やっぱアギラールのディフェンスが、まあ、ちょっと言い方悪いけどファジーカスの、ね、穴を埋めるような部分もしていたんで、うん、やっぱあのでローテーションしたりとかさあのヘルプしたりとかさっていうのはやっぱり、えー、すごくやっぱり周りが見えていて、えー、その辺のね判断が上手い選手さすがだなっていうさすがスペインの選手だなという感じのうまさがあったのでね。う まあちょっと残念ではありますけれどもあまあねまあまあいろんな事情があるのであればそれはそれもちろんそちら優先すべきだと思いますしど、えーまあどんどん、ね、どこに行ってもまあ、ね、ちょっと応援したい選手ではありますねうんはい、えー、よし最後いきましょうかいやこれが僕の中で今日一湧きました京都ハンナリーズですきたねこれね久保田キューン 継続おめでとういやー久保田選手がですよ一回重厚賞ね乗ったんですけど契約合意ということでビビりましたねいやーうんいやーほんとね皆さんあのー。 今シーズン久保田君に心奪われた人多いんじゃないのかなっていううに思うんですけれども僕もねあの b ライブを通じてあの、ね、ファンタジースポーツの,、ね、あのゲームを通じてねいや久保田君めっちゃ活躍してくれるわっていう感じでね本当に応援していたんで久保田君が残ってくれるのは嬉しいほ、まあ、他に行っても全然いいとは思うんだけれどもね。うんまあちょっと と、えー、京都、まあ、この後、ちゃ、まあ、僕かなりね、注目している部分があるんですけれども。まあ、若い二人に加えて、まず久保田君のリリースが出たということが。まあ、良かったな、だって、こんだけ中古車乗ってん、ね、もう中古車のリストの、なんかもうさ、なんか。追加しないゃ、だめなぐらい中古車乗ってる中でね。うん。まあ、継続になったっていうのと、でかいなというふうには思ってますね。うん、そう、久保田君なんですよ。ズボンですね。ライさん、そう、ズボンさん、伊藤氏の久保田君なんですけど。うん。さあ、さあ、一回パスフェイク入れられたね。その。 通りだね。うん。別にだからあのまあ、言い方悪いよ。言い方悪いよ別にあの別にどこでも応援はしてるとは思うんですけれどもただまああのね彼がまあこう何つうのそのチームに対するこう気持ちがあ,あるっていう選手であるっていうのがまあちょっと嬉しいなっていうのも思うよね。うん。さあこのパターン細川も継続ありあ,あるかもしれないですね。うん。 えーっとウルウルさん森川君のステップバック契約久保田くんのパスフェイク契約 <laughs> 確かにねうんあのだからまあさ鈴木達也選手っていう本当にね、まあ、B リーグ開幕以降3円でねずっとスターメンを張ってきた選手がまあ京都に来てもやっぱねまあベテランだったりとかベテランって言い方は悪いか、うん、まあね結構脂が乗ってる頃合いだったりとかもしますんであの ね、スタメンで出てましたけどやっぱねちょっとね鈴木達也選手も若干あの怪我した時期があってその期間ね本当に久保田くんがブレイクした感がありましてねだって普通に10得点とかさ7アシストとか8アシストとかする試合がさ結構続いてたりとかしたからねうーんいやーこれだけできるってことをしっかり証明したんで本当にねまあ、来季は、えー、すごく目玉になってくるせ目玉というかその。 えと京都がどういう編成組んでくるかわからないけれども京都の中でもね注目選手になってくるだろうなっていうふうには思いますんでね、うん、だって去年がプレータイムがでもまあまあ出てたようなイメージはあるんだけどね12分でしょで今期がうーんと。 19分、まあ、倍増までいかないけれども、だいぶ、ね、プレータイム勝ち取った上で平均6.9得点ですけど、えー、だからね、後半、えー、17点とか上げてる試合、も20点上げてる試合もあるんで、多分シーズンの後半だけで考えたら、かなりね、これ、アベレージは高かった。最後の10試合とかで計算したら、かなりアベレージ高かったし、アシストもだって最終戦とか9とかしてるしね、10とかしてる試合,試合もあるし、うんまあ、スタッツがすべてではないですけれども、本当ね、サイモンとのピックアンドロール、ハーパーとの ピックロールすごく良かったんでねだから本当にこのあとどんどん伸びて伸びていってね注目されてよりこうなんかね素晴らしく、えー、活躍してほしいなっていう風には思ってますね。うーん 群雄割拠の日本人ポイントガード対決でも言っててまそう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 まあディフェンスもまあ,ある程度しっかりできる選手だし、えー、まあパスがうまいんでね本当にねでパスがうまいゆえに、えー、自分でね得点もできますし、まあ、その逆もしっかりなんだけど得点ができるからパスが生きてくるっていうのもあると思うんだけれどもねうんはいえー、まあちょっとなんだろうな あの個人的にすごく応援している選手なんで、すごい楽しみにしたいなと思いますし、まあ、あとヘッドコーチがね、新しくなるっていうところで、えー、彼自身のね、その、ね、バスケに対するなんかその幅みたいなのが広げられたらいいなっていうふうにも思うんでね、うんまあ、ちょっとこれがきっと出るかきょうと出るか分かりませんけれども、往々にしてうまくいかないってことがね、結構あるんでね、あのせ世界のね、有名ヘッドコーチを呼んできても、なかなか1年目うまくいかないってことは結構ありますんで、まあ、ちょっとどうなるか分かりませんけれども、まあ、いずれにしろ久保田君がえ残るということである、ね、 またちょっと注目していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。だからさっきもね言いました。けれどもあ帰るまでね。あ、帰る間、うん、じゃないと。 あちょっっと待って回まず明日、はい、まず明日なんですけれども、えー、金曜日に、ね、B リーグアワード賞があるってことなんで、えー、とその、ね、予想をしたいと思います。ただし、まああのね、いろいろリリースで、えー、ちょっと大きいようなリリースが出れば、それも合わせてやろうかなというふうに思っています、えー。金曜日だからアワード賞の話をしようかな、どうしようかなとも思っているし、まあ、それにプラスリリースがあればリリースの話をしていきます。まあ、土日は、ね、あの多分リリースそんな多くないんで、えー、何かしら考えてやろうかなというふうに思っていますので、よろしくお願い,いします。 お願いします。はい、やばい。メインコーナーやろうかないけどね。はい。今日の小寺さん。<laughs> ないイすね。相変わらず小寺さんちょっとね。雲隠れしたままあ出てこないんでね。がどっか行っちゃったのかな？帰ったのかな？帰ったのかな？わかんないけどね。うん。 おお疲れ様ですお疲れれ様様でですす <laughs> はい終わりにしよっかはいえっ、ー、とね帰る前ぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいです毎日夜の10時からってねビリーが話してますんでチャンネル登録もよろしくお願いします明日もね変わらずやっていこうと思ってますので、えー、よろしくお願いしますはいじゃあちょっとね、えー、とちょうど1時間あ1時間またたないけど終わりにしたいと思いますお疲れ様バイバイまたね明日おやすみなさい なんかやり忘れてるやり忘れてない大丈夫大丈夫かなおやすみなさい。バイバイ。トロさんありがとうございました。おなんか全然ちゃっとこねえな。大丈夫かえー、ポイチさんお疲れ様です。小岡さんありがとうございます。モジャさんお疲れ様でした。うん。ライスさんお疲れ様です。マネコさんおやすみなさい。 えーっと、はい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 、皆さん、ありがとうございました。じゃあ、寝ましょう。バイバイ。まだ寝ないの。はい、おやすみ。